米沢の秘伝豆、そのすべてを美味しいまま無駄なく活用するために山形大学が開発した常温乾燥技術を使ったジェラートを誕生させた。それは米沢品質アワード2019に挑んだ企業、株式会社メジア。ビタミン C も酵素も生きたまま残ると、でしかも香りも高いと、色も綺麗と。一般的な乾燥機は高温のためビタミンを失う、フリーズドライでは香りが立たない。その弱点を克服し、風味香りを保てるのが機械システム工学科が開発した常温乾燥機だ。装置は米沢市内の高畑電子で製造、豆は米沢の農家から買い入れ、レシピは地元のイタリアンレストランのシェフとともに大学で実施している文科省プロジェクトで開発した。山形県っていうのは私食材王国だと思ってまして、こういったものをより付加価値を高めて消費者に届けていきたいな。その第一歩が常温乾燥技術を使ったこのジェラートだ。今日本ではその企画品外っていうのはほとんどが捨てられちゃう。一旦乾燥して粉にしてしまう。乾燥しますと軽くなりますから、第三国に輸出をするとかですね、我々の活動を世界的にこう広げることによって、こう食材のロスをこうなくしていこう。鷹山秘伝豆ジェラートと名付け、米沢もアピール。米沢に行くと、なんかあそこってできそうっていう、将来的にはいろんなベンチャーを我々生み出したいし、そういったベンチャーやる若い人たちをサポートしたいし、やっぱりこう夢のある街にしたいですよね。ジェラートで米沢の農業の魅力を若い世代に発信する、民、学、官で地域活性の挑戦が始まった。次の米沢を輝かせる挑戦と創造が生み出す価値、米沢品質。その先駆者である株式会社ベジアの挑戦はこれからも続いていく。